はい、先日弊社記事でも紹介しましたこちらイコイボケイトというイコライザーを解説していきます。この製品はですね、名前の通りイコライザーになっているんですけども、帯域が指定されていまして、そこをですねブーストカットしてサウンドを作っていくグラフィックイコライザーとなっています。またこちらですね、リニアフェイズイコライザーとなっていまして、左チャンネルと右チャンネルの位相関係を崩すことなく処理することができます。ですので、こう複数のトラックをまとめたバストラック、またですね、マスタートラックに適用してマスタリングなんかにも使用することができます。現在ドラムトラックに適用している状態ですね。このような形です。で、こうご覧いただきますと、それぞれのですね、帯域のボリュームがこのようにグラフィカルに表示されます。この上部分からはプリセットを選択することができまして、インストールした段階で様々なプリセットを用意されています。このようにプリセットを選んでサウンドを確認しながらですね、好みの設定を探すことができるほか、ここのですね、左右矢印でこんな感じでプリセットを切り替えていくこともできます。これら設定を元通りに戻すには1番のですね、ファクトリー、このデフォルトというのを選択していただきますと、こちら開いた状態に戻ります。この使用方法非常にシンプルです。下にですね、帯域が表示されていますので、それを目安にですね、この部分を上げたいとかといってドラッグしていくだけで簡単にですね、カーブを描くことができます。一度ですね、カーブを描いて微調整したいと思った時は、こちらドローカーブというものを外すことによって、ドラッグでですね、描くことができなくなります。誤った値を変更してしまうというリスクを避けることもできます。この一つ一つのポイントのことをバンドと呼ぶんですけども、今26バンド最大のですね、数になっています。もう少し少なくしてざっくり音作りを行いたいといった場合もあると思います。そういった時はこちら上部分ですね、クリックしますと1バンドから指定を行うことができます。8バンドぐらいにしてみましょうか。このような形でポイント数が変わります。このように各バンドの下部分を左右ドラッグすることで、どこの帯域を中心にブーストカットするのかを指定できます。最初400ぐらいでしたので、ちょっとですね、帯域としては広すぎます。それで100付近にしてみましょうか。これでサウンド確認してみましょうか。こんな感じですね。この帯域部分が持ち上がります。カットすることもできます。またですね、非常に便利なのがこちらソロボタンを点灯させますと、この帯域のみを聞くことができるといった形ですね。100という帯域がだいたいこのぐらいのサウンドなんだなというのがわかりますので、イコライザーの勉強にもなるんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらちょっとブースト気味にしつつ再生してですね、そしてここの帯域を変更していくといったところで、最適なポイントを探すこともできますね。調整して、そしてソロを外す。このような形で柔軟にコントロールが行えます。またこちらですね、適用前、適用後の効果を確かめたいといった場合は、こちらアクティブを外す。これでですね、バイパスされた状態です。アクティブを点灯させますと、このイコライザーが適用された状態といった形でですね、簡単に効果を確かめることもできますので、このあたりも組み合わせてサウンド作りを行ってみてください。そして各帯域のメーターにご注目いただきたいんですけども、このようにですね、ブルーとイエローがあります。こちらですね、ブルーの方がインプットメーターとなっていまして、EQ を適用する前のボリューム、そしてイエローの方が EQ を適用した後のボリュームとなります。今ですね、5.4dB 上げていますので、当然ですね、EQ 適用後の方がボリュームが大きくなると。そして左と右にですね、メーターが用意されていまして、左がインプット、イコライザーがですね、適用される前の音量が表示されます。ここでですね、上下ドラッグして、イコライザーに入る前の音量を最適化することも可能です。そして右ですね、こちらオートというものが表示されていまして、これ非常に便利です。例えばですね、この辺りの帯域を思いっきり上げたとします。このような形で音量感がほとんど変わっていません。イコライザーが適用される前の音量に自動的に調整するというもので、ここのですね、音質変化だけを得ることができます。この部分をクリックすることでマニュアルにも変更することができます。この部分をドラッグして好みの音量に設定することもできます。この点も覚えておくと非常に便利です。そして冒頭でお伝えしたように、リニアフェーズ EQ になりますので、マスタートラックですね、ここにも適用可能です。こうしますと全体のサウンドを、このようにコントロールできます。このように非常に直感的でナチュラルにサウンドを変更することができるのがグラフィックイコライザーの特徴となります。
このですね、マスターに適用するといったところで非常に面白いのがこちらマッチ EQ という機能ですね。最後にこの機能を確認していきましょう。この機能はリファレンス音源など参考にしたい楽曲の周波数を分析して、その周波数特性を再現することができます。それでは早速使用してみましょう。まずその楽曲をこのようにトラックに入れてください。ここでリファレンスとして使用する楽曲はこのような形です。イコライザー一度オフにしておきますね。この特性を汲み取って現在の楽曲に適用していきます。この機能を使用するには、リファレンスの音源をサイドチェーンを使ってこちらに流すという必要があります。Cubase の場合はこのプラグインの上にあるサイドチェーンボタンですね。これを有効にします。そしてこのリファレンスサウンドをイコライザーに流しますので、リファレンストラックのセンドを使用します。このセンドスロットをクリックすると、この EQ が表示されていますので、これを選択します。そして電源を入れて、このセンド音量をゼロに設定します。これで現在のトラックの音量がそのままこちら EQ に送られることになります。そしてこの機能最大の注意点なんですけども、リファレンス音源のサウンドはあくまでこの EQ に送るだけであって、サウンドとしては流したくないです。そういった場合ですね、ミュートをしたり、フェーダーをゼロにしたりすると、この EQ にもサウンドが入ってこなくなってしまいますので、この鮮度をですね、プリに変更します。このプリフェーダーに変更すると、フェーダーの値に関係なくですね、この音量がイコライザーに送られることになります。よってこのフェーダーの値をゼロにしてしまえば OK と、ミュートを外します。これでサウンドを鳴らすことなく、鮮度でこちら EQ に流せるという考え方ですね。で、この段階まで用意ができましたら、こちらマッチ EQ を点灯します。そうすると、このように待機状態になります。ロジックの場合はさらに簡単です。まずですね、マスタートラック、ステレオアウトに対してこの EQ を適用します。そしてここにサイドチェーンというものが出ています。現在ですね、リファレンストラックは Song2 という名前になっていますので、ここをクリックして Song2 を選択します。次にこちら Song2 のボリュームを0にすれば OK と。あとはこのマッチ EQ を点灯させます。次に通常通り DAW を再生するだけです。リファレンス音源の周波数を分析して、現在はですね、楽曲にこのように適用してくれるという形です。で再生を止めますと、この値という形になりますね。そして、ここですね、今 100% となっていますけども、100% の場合はこの特性を完全に反映するということができまして、この適用量の強さをここで指定することができます。この値を下げていくほど適用量が弱くなって薄くかかるというイメージですね。このような形です。バイパスしながらですね、どのぐらいがいいかなといったところを調整していくといった形です。またですね、これを 0% 以下にしますとネガティブ設定というものになりまして、先ほどの特性と逆の特性になります。このようなですね、設定も試してみると面白いんじゃないかなと、このような形ですね。で、先ほどですと 80% ぐらい良かったですね。このようなユニークな機能がマッチ EQ となります。この設定が終わった後はマッチ EQ を外して確定としてください。このサイドチェーンボタンも外してしまって問題ないです。そしてですね、この適用に関して一つ注意点がありまして、現在このサンプル楽曲非常に短いですけども、盛り上がっている部分だとします。で、こちらですね、リファレンス音源はイントロがですね、ちょっと静かで、ここから盛り上がるという感じなんですけども、例えばリファレンス音源のこの静かな部分を再生タイミングに合わせた際は、この静かな部分の周波数がこちらに反映されます。よってリファレンス音源のどこを使用したいのかといったところをしっかりと再生ポイントに合わせておくというのがとても重要になりますので、このあたりも覚えておいてください。はい、といった形でイコイボケイトの解説進めてきました。非常にですね、使いやすくユニークな機能もたくさんありますので、ぜひですね、試していただけたらと思います。今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございました。